SSG のエンブレム SSG はパキスタン陸軍の特殊部隊である。1950年から1960年代にアメリカ陸軍の援助により創設された。世界の特殊部隊の中においても山岳地帯の特殊作戦においては実績トレンドが高いと評価されている。2001年のアメリカ同時多発テロ事件後のアフガニスタン戦争においては ウサーマ・ビン・ラーディンやアルカイダの総統、殺害を目的に活動した。パキスタンの軍政上詳細は公開されていないが、2006年に行われた中国の特殊部隊との合同演習、友情2006で一般報道人向けに SSG の演習風景が公開された。SSG が創設された経緯から見ても、アメリカ軍の各特殊部隊との連携や、 共同運用も可能であると考えられる。また、パキスタン海軍にも SSGN という特殊部隊が存在する。SSG の隊員1953年から1954年、パキスタン陸軍はアメリカ陸軍の援助の下で特殊部隊の創設に着手した。特殊部隊としては、第19バルチ連隊第10大隊が指定された。同大隊はアトックキン港。 チェラトの新しい本部に駐屯した。1964年3月、アメリカ陸軍特殊部隊軍の機動訓練チームがパキスタンに来訪して、第19バルチ連隊のために新しい空挺学校を開校した。この時までに、第19バルチ連隊は SSG に改編され、24個中隊に分けられた。各中隊は、砂漠船、山岳船、レンジャー、 水中戦闘の専門を有した。1970年代、SSG の任務にテロ対策が加わり、SSG のムサ中隊にその任務が割り当てられ、サウジアラビアのアルハラムモスク選挙事件にも派遣された。ムサ中隊は、1981年中盤、イギリス陸軍の SAS の顧問から訓練を受けた。1986年、SSG は、 スリランカの準軍事組織、スリランカコマンド連隊に対して訓練を始めた。アフガニスタン戦争中、SSG はアフガニスタン国内でムジャーヒディン支援などの秘密作戦に従事した。ワジリスタン紛争中に発生した陸軍総司令部襲撃事件においては人質救出作戦を実行し、武装集団を制圧し無事に人質を救出した。SSG 本部は 創設以来チェラトに位置する。ペシャー割るには空挺学校が存在する。SSG は3個大隊からなり、うち1個大隊が各研究施設等の重要施設と国境の警備に当たり、チェラトに駐屯する残り2個大隊と勤務をローテーションしている。各大隊は4個中隊、約700人からなる。SSG 軍長は大佐、大隊長は 中佐が担任する。友情を2018において、ロシア軍兵士に向けて公開された SSG の装備。ありがとうございます。